AFCU-19 女子選手権2011は2011年10月6日から10月17日にかけてベトナムホーチミンで開催された第6回目の AFCU-19 女子選手権である。今大会より本大会は8チームではなく6チームで行われるようになり6チームが総当たり1回戦のリーグ戦を行い順位を決定した。 結果、日本が2大会連続3回目の優勝を果たした。この大会は2 0 1 2 f i f a ス2 0女子、ワールドカップのアジア予選を兼ねており、本大会の上位3チームに出場権が与えられた。その後、ワールドカップ開催国が日本に変更されたため、日本は開催国枠での出場となり、4位の韓国が繰り上げ出場権を得た。 以下の競技場が会場として用いられた。前回大会の1位から5位は予選免除、6位から8位は1次予選免除。本大会には予選免除の5チーム以外は2次予選1位のチームのみが出場権を得る。グループ A 全試合フィリピンマカティで開催。チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2グループ B 全試合バングラデシュダッカで開催。チーム1部位、チーム2、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 チーム1部位、チーム2全試合マレーシアクアラルンプールで開催。チーム1 v チーム2、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 チーム1部チーム2、 チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2、ベトナム V、オーストラリア、日本 V、中国、韓国、V、北朝鮮、日本 V、韓国、北朝鮮、V、オーストラリア、中国 V、ベトナム、中国 V、韓国、オーストラリア V、日本、ベトナム V、北朝鮮、北朝鮮。 V 日本オーストラリア V 中国韓国 V ベトナムオーストラリア V 韓国中国 V 北朝鮮ベトナム V 日本ありがとうございます